頭に科がつく小学校の科目。大会カプリティオ超インスピシャルト選手権。懐かしいね。古川です。以上です。エンディです。よし。最強クイズ王集団カプリティオチャンネルです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、皆さん、子供の頃、クイズ番組はお好きでしたでしょうか？まあ、yes! 見てましたよ。私はですね、その中でも特に、マジカルズのパワーが大好きだったんですよ。はいはいはい。まあ今ね、30代とかの方は、ドハマり世代だと思うんですけどね、はい、まあいろんな、今でいう謎解きの走りというか、まあ確かに。みたいなクイズをたくさんする番組だったんですけれども、うん、その中でもですね、今回は、超インスピシャウトという番組内で、やられていたクイズに挑戦していただきたいと思います。はいはい。私がまず、頭の文字かお尻の文字を指定します、うん、そしてその後にお題を発表します、うん、皆さんはその条件を満たす単語を一つ言っていただければ正解となります。なるほど。例えば頭に意のつくクイズ王と言われて、うん、ここで思いついた方は、うん、マジカルでやってた通り、ボタンを押すんではなく、うん、答えを叫んでください、はい、シャウトしていただく。なるほど、ね、ということになります。今のお題であれば伊沢拓司とか、うんうん、石野正樹とか叫んでいただければ正解なんですが、伊能忠敬みたいなことを言われて、いやこれはね、僕はクイズ王だと思うんですよみたいなのはちょっとね、僕が思わないようにまずみたいな。なるほどね。はい。1問につき回答できるのは1回だけです。そして誰かが間違っても正解が出るまで問題は続行するので、他人の声が聞こえても思考は止めずにしておくといいと思います。なるほど。それでは早速やっていきましょう。もうバラバラだよ。参りたいと思います。頭に科がつく小学校の科目。家庭科。はい、おめでとう。科学思いついてた俺も。くそ。高校なら科学だけどね。はい、ということで、まあ、小学校の科目で科はおそらく家庭科のみでしょうと、はいはい、ということで、84よと言ってもらいました。早っ。早かったね、今ね。どこでひらめいたの？もう単純に検索したの？まあ単純にバーって出てきたらもう家庭がしかないなと。よーし、わかった。これは負けるやつ。よーし、早いんだよ判断が。まだいけるジャンルとかにもよるし。そうだね、そうそう、頑張ってほしいと思いますよ。確かにね。ルールは分かりましたね。まあ、もちろんもちろん。まあ、後藤はノーペナルティみたいなもんなんで、ね、その回答権失うだけなんでマイナスはないので、はい、どんどんね叫んでいきましょう。じゃあよ。それでは次の問題いきます。頭にドがつく元素。ドリル。よーし。言えてなかったよ、ね、ドブニウム。なんて言ったんですか？ドブニウム。正解です。聞こえました。ドブニウム。ドリウム。前がかりがすごかった。ドブニウムだけかこれって。ここない。もう一つあります。なんだろう。どうだ。どうだ。正解。あ、どうだ。正解はドブニウムかどう。なので、は正解でしたが、これも早かったね。いやー、なんか、ゼルには出たんだけど、もう一緒に内臓が出るくらいの言ってたから、ほんと。気持ちがだいぶ出てた。そうそうそう。いい回だったよな。ちなみにこう、2問終わってみて、リコ、この形式どう？なるほど、これはね、うん、やばい。いいですよ。まあ、頑張っていきましょうね。まだ平たいですから。そうそうだね。はい。それでは、いきたいと思います。お尻に、んがつくディズニープリンセス。ムーラン。どうぞ。お見事。いいですよ。怖い、怖いよ。はい、映画ムーランに出てくるファ・ムーラン。ムーランで正解とさせていただきます。ファなんですね。はい、ファ・ムーラン。もう一人います。お、なんだろう。モアナとかも違うもんな。あと一人誰だ。見せてあげよう。ジャスミン。はい、正解。はい、ということでアラジンのジャスミンですね。なるほどね。はい、ちなみにこれ、日本で、認められてるプリンセスに限るとジャスミン、はい、でアメリカの公式だとムーランなど、はい、他のメンバーも含んでちょっと人が多くなるんですね。あ、なるほど、はい、いるんだ、まだ。日本ではプリンセスじゃないってどういう何が違うのかって思っちゃう。それやっぱりこうで、ジャパンディズニーと、はい、でディズニー社の違いがあるんですかね。なるほどね。ということで、まあ、どちらも正解ということになりました。はい、さあ石野が調子よく2連投ということになりましたね、うん、それでは次行きたいと思います。し頭に「り」がつく日本の詩。立冬。お見事。早いよ。早いね。
嬉しい。そんな立冬すぐ出るよ、そんな。まあ、私競馬民なんで、言うてトレーニングセンターがありますからね、立冬には、うん、確かにそう言われるとそんなに数は出ないな、2打目、3打目が。そんなある？もう少しあります。あ、もう少しある。出してみます。いや、もうダントツ逃げ切り早かったからね。そしたら陸前高田市。はい、あ、なるほどね。そしてもう一個が、龍ヶ崎市。おー、いやー、茨城の。これは出ないや。確かに、はい、これはやばいです。だろ、うん、だろ、やばさが伝播してきた。これはちょっとやばいかもしれない。次参りたいと思います。頭にイがつくポケモンの名前。いわく。おー、イブイ。まあ確かに。イスミテ。いっぱいいるね。はい、そうですね。まあメジャーなポケモンもいるしという感じでしたけれども、うん、いわく。まあさすがリコ。いや、イブイは言いたかったな、なんか気持ち的に。うん、俺、あのカプリティオ窓で、うん、イブイのスタッフめっちゃ投げんのよ。うん、イブイ、言えよ。何かイワークだよ。イワークはなんか思い入れあんの？ない。ないよ。でもまあ、諦めけば1ポイントですからね。お見事でございました。さあ、全員に得点が入りましたね。それでは参りましょう。お尻に、あがつく、パスタ料理。ラザニア。オッケー。そうか、パスタか、あれ本当だ、はい、ちょっとスパゲッティをね、はいはい、思っちゃうと遅くなるかなという感じがした。いいひらめき、お見事。他には何かありますか？想定外はラザニアのみ。うわー、すげー、そうか、やった。はい、パスタ料理と広く言ったんですけど、まあ、あのラザニアを使った料理自体ね、日本でもラザニアというので、うん、お見事。よくひらめいたね。あ、うん、確かにパスタで、麺系のパスタでいくと、うん、ひらめき負けすると思って先に外したいの。ああ、うん、みんな掘ってないところじゃん。超賢いかもしんない。俺まさに麺系のパスタって、そのイタリア語で語源でよく出るじゃないですか、グーグルでね。そこをもうボスカイオラあたりまでもう掘ってたら音楽っていうのをキコリ風みたいな。そうそう、これ発想いいね、ニコね。麺系じゃないとこ攻めた、はい、そう、弱い人の戦い方をして。なるほどね、ニョッキからいったのかな、じゃあ。形をね、外すところからね。いいな。はい、お見事でございました。さあ、ということでリコも伸びてきてどうなるか分かりません、はい、うん、それでは参りましょう。頭にもがつく日本のミリオンセラーシングル。もう声なんてしない。あー、お見事。なるほどね、これはジャンルが向いてましたね。そうね、はい、お見事でした、もう声なんてしないは誰の曲か、マッキーですね。ポ、はい、がつくミリオンセラーは4曲ございました。はい、あのね、最初に思いついたのが、俺もっと強く抱きしめたならなんだけど、あ、入ってるから、これちょっと怪しいなと思って、あ、ちょっと一回そこでとどまって。そうそうそう、なんか俺なんか時の扉以降のワンズはね、結構わかるはわかるんだけど、これ言ってたかなと思ってね。はい、ワンズのもっと強く抱きしめたならも入ってます、うん、はいはい。あとね、2つですね。 AKB ある？ない、ないの。もらい泣き入ってない。ビーズのモーテル。あー、一人じゃないから。そうですね。あれかっこいい、投げなら生きてやる。かっこいいですよね、うん、はい、そして、ピンクレディのモンスター。あー、ほんとだ。そっか、モーテルは結構行きづらいから。そうだ、ね、うん、有名な人も意外とあるから。そうだよね。あ、よかったよかった、はい、ということで、まあ比較的確かに出やすいところで、まあ、確実に行ってそうなところを選んで、ワンズの一瞬順を挟んだ後の正解ということで、お見事でございました。それでは次に参りたいと思います。 お尻に木がつく夏目漱石の小説。のわき。あー、本当だ、すげー。これはちょっとむずいね。いやー、素晴らしい。パッとは出ないな、のわきは。はい、でもよく出ましたね。野脇210日みたいなので、夏目漱石答えの問題あるなと思って。あるね、うん、あと、まあ、その漱石の小説のタイトルにもなっているで、野脇自体がね、答えのクイズとかもあるので、クイズしてるともしかしたらひらめくかもしれないんですが、漱石の小説で木で終わるのは野脇のみ。うわー、危ねー、よかった、出て。はい、ということでお見事でございました。いやー、1分の1当てるのは気持ちいいですね。そうね、知識の深さとね、取り出すスピード両方必要な感じだと思いますが、まだ問題ございますので、おー、嬉しい。参りましょう。頭に子がつくフジテレビ月9ドラマ7作品。
あ、そんなにあるの、ね、うわー、じゃあもうちょっと普通に安全策を取るか。いや、マジでいつのタイトルやマジで出ない。コンビニエンスマンチャッピー、よし、ありがとう。あ、よかった、ちゃんと思いついた。はい、ということで、7つタイトルはあるんですけども、そのうちの1つ、はい、7つの中で最も新しい、あ、そっかそっか、コンフィデンスマン JP でございました。なるほど。山下智久さん主演のコードブルー、あー、ほんとだ、はい、あ、コードブルーって月9だったんだ。そうそうそう、思いついてはいたけど、だから月9じゃないよなと思ってしまった。コードブルーはですね、ザ・セカンドシーズンとザ・サードシーズンが月9なんですね、はいはい、あ、別の枠で始まって月9に昇格したというの。あ、そっかそっか、そう、うん、なるほどね。だから迷うのも一応正しい、はい、正しい、月9じゃなく始まってるのでね。なるほど、映画もやってるじゃん。 AT が浮かんでたのはコードブルーだったの、うん、他にもなんかあるけど月9っぽいのもあった。はいはいはい、なんか他に思い浮かんだのあったの、これ。高校教師。TBS だ。いいですよ。月9じゃないんだ、これ。さあ、石野が正解して、まだ問題ございます。それでは参りましょう。頭に巣がつく、現在のマクドナルドのメニュー。スイートコーン。うわ、あ、違うか。なんかそんなのかなと思ったけど。スプライト。あ、言おうとしたくそ。あー、これすげー。メニューって言っていいのかなと思って迷ったんです。あ、そっか。はい、お見事、ドリンクのメニューの炭酸飲料スプライトがございます。はい、あとですね、最近にラインナップされた、スパイシーチキンバーガーことスパチキという名前があるので、あ、はい、まあ、普通のフードでもスプライト、スパチキ、スパチキセットがありますので、まあ一応、まあ、実質2つですかね。え、はい、スマイルはないんですか。スマイルは、あ、ないです。ないか。メニューボードに書いてあることがあるんですけど、ホームページのメニューにはスマイルに書いてないんですよ、ね。石野さんが言ってたスイートコーンって、うん、今、枝豆入って、枝豆コーンって名前になってる。え、何それ。そうなんですよ。これですね、スイートコーンは前まであったんですよ。ああ、よかった。だから、現在のっていうのが入ってなければ正解だったんだけど、今はね、そう、リコが言った通り、枝豆と混ぜた枝豆コーンっていうのしかなくなってしまったんですよ。すごい。頼まないと分かんないね。そうだね。サイドは特にね、ピンとこないっていうのもあるかなと思いました。枝豆コーン。枝豆コーン。枝豆コーン、やばいわ。すごい。さあ、ということで、AT、お見事でございました。問題上でーす。得点はリコ2点、 AT 2点、イシロ6点で、イシロリコでーす。よー、はい、ということで優勝はイシロでした。おめでとうございました。嬉しい。どうでしたでしょう。こういうの昔やってたなと思って、シンプルだけどすごく面白いなと思って。この企画はもう何回かやりたいですね。そうね、深い知識もスピード感も両方ね、あって、そうそうそう、あ、本当に完璧な試合運びだったなと思いましたね。お見事でございました。僕もマジカルズのパワー大好きで、小学生の頃だからもうよく見てたんですけど、うん、もうその頃のテレビの出演者と競ってもどっちが先に言えるかみたいなね、うんうんうん、もうテレビの前でやってましたから、ね、やっぱその時の気持ちを思い出せた気がしますね。さあ、そして結構厳しいんじゃないかと言ったリコも同着2位にはなりましたね、うん、そうですね。俺のピークはラザニアだったすごかった、すごかったよ、うん、ということで皆さんもですね、自分で準備して、遊んでいただいたりすることもなかなかしやすいジャンルだと思うので、うん、知識がある人は難しい問題を、友達同士でやる場合は簡単な問題でもね、いいのでぜひ遊んでみてほしいなと思います。以上、本日のカプリティオでした。高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。